カメラ回して。あ、カメラ持ってますね。iPhone でいいから。YouTube 撮るからね。じゃあ頑張って。あとはそっちのカメラでお願いします。頑張っていってらっしゃい。気をつけてね。何で乾杯するの？乾杯。あ、久しぶりに会うから。うん。何これ？薄いかも。北海道の紅茶は美味しいです。たまらないから。
that things can only get better from here. But sometimes I wonder, I might have met the love of my life, but I lost a number. Never mind, she. もう白髪って言ってる時点でもうアウトだったね。アウトね、アウト。あれだ。誰撮ってんねん。これ面白い YouTube だよ。見てやって。お茶飲む。あ、うん。やっぱほら若い人お茶飲まないじゃん。そうよ。お茶なんか飲むようになったら本当になんか40になってくらいかな。いや、すごいロマン飲んでる。本当。私もともと食べ目が嫌いなのよ。食べれば？食べれば？なになに？食べ目が嫌い。あ、食べ目？私ミポリンが好きだから、ちょっとああいうちょっと釣り目が好きなの。釣り目か。もうあの黒木メイサとかああいう顔好き。ちょっと待って、何何何それ、その絵そう、めっちゃ今日一でかい声やった。ちょっと待って、これ撮ってるやつ、ちょっと言わないから。ちゃんとマサだけ消すから大丈夫です。何あれ、赤身さんギー田中美奈子、美奈子さんとか黒木メイサさんとかミポリンとか、ああいうちょっと奥二重のキリッとした。いや、ミポリンは分かるんだ。ちょっと系統違くね。でもあの黒木メイサさんが好き。ちょっとああいうワイルドなかっこいいの。だけどこの垂れ目がもう嫌なの。泣いてるみたいな。いいじゃん。いや、私は嫌なの。え、でも人の音だよね。人の音だよね。結構そうでしょ。いや、でもやれ目の方がいいよね。いや、嫌なの嫌なの。ここを描けばいいじゃん。いや、もうやってる。すごい描いてんの。こういうね。描けば描くほど垂れ目になったの。あれ、いいよ。やれ目の方がいいよね。釣り目よね。釣り目、意外と釣り目系だよね。私はですね。ね、嫌だよね。わかるわ、それ。私は釣り目がいいって、垂れ目に。釣り目の人ってなんか性格悪くないですか。わかる？そう思われるんだろう。だから私はきついんだけど、きつい、もっと思われるわけよ。きついってかこういうふうに言われるの。舐められたくない。私って意外となんか、いや、舐められる、だって反射でしょ。ね、そうだ、反射でしょ。だからね、そうだよ、反射言われてもじゃん。そう、こうね、なんていうの、舐められないって中からちゃんとできるから、オーラが。本当？そうだよ。なんか私いつもなんか泣いてる顔してる。いや、違うよ、それはね、人にいじめられるからね。そうやって、いじめられた心が泣いてるだけよ。そうなのかな。そうよ、もっと、ね、すごいの、若いのにさ、まだ16ぐらいで知り合った時にゴルゴ線って言ってますとか言うの。うん、ゴルゴ線。何ゴルゴって言って、私知らなかったもん、ゴルゴとか。ゴルゴ言って、喧嘩やばいじゃん。私の頃が丸い。わ、すごい、ここ寒い。演歌中だ。
願いします、逆にありがたいぐらいです。PCR 検査しに来ました。こんなに変えてます。YouTube 撮ってた。雪国で今日はご飯寒いよ。初めて見た雪で今日ってか今日じゃない、今年。今年始まったばっか。そうだよ、まだ3日しか経ってない。明けおめが北海道来れてよかったです。でも去年より降ってないですよね。去年より積もってないですね。あ、gonna make it last all night。 今日はスタークラブが初めて来ましたけど、すごく楽しかったです。'Cause now